今日から一緒に住むことになった桐川しおです。よろしくお願いします。まあ俺は鳥羽周作、こちらこそよろしくね、しおちゃん。名乗らなくても知ってますよ、周作さん。いやまあそうなんだけどさ、これからお互い新生活なわけだし、気持ちを新たにするためにも改めて自己紹介から的な。そう、新生活、大学進学を機に一人暮らしを始めた。大学での勉強、新しいバイト、新しい環境、そしてこれから一緒に過ごすことになる同居人ことしおちゃん、これからいろいろ大変そうだ。それより本当に良かったのか、男と一つ屋根の下なんて。その件は何度もお話ししたはずです。実家よりも周作さんの家の方が学校が近いですから。それに男の人といっても昔からよく知っているいとこなんですから問題ありません。まあそうなんだけど、しおちゃんもまた高校進学を機に俺と一緒に住むことになった。理由はさっきしおちゃんが言った通りだ。あれ、よく考えたら俺一人暮らしじゃなくね。それに私は周作さんのことが好きですから、間違いが起きるならむしろ起きてほしいくらいです。自分で言うのもなんだが、俺はしおちゃんにめちゃくちゃ好かれている。昔よく一緒に遊んであげていたのだが、その時からことあるごとにお兄ちゃんと結婚するなんて言っていた。それが高校生になった今でも変わらないらしい。正直美人になったしおちゃんにこんな感じでぐいぐい迫られるのは悪い気がしないが、恋愛対象になるかと問われれば話は変わる。俺としても彼女欲しいなと思っていないわけじゃない。しかし今は始まったばかりの新生活で忙しいわけで、そもそも3つ下のいとこだし、ご両親に信頼されて預けられているわけだし、そんな感じで諸々の理由で俺はしおちゃんの思いには応えられないわけである。まあそれはそれとしてだ。何か気になることでも？実は俺さ、家事できないんだよね。そうなんですか？正確にはやったことがないだけだから、しばらくすれば慣れるかなと思うんだけど、大丈夫？大丈夫です。というか家事なら私も手伝いますよ。いいの？住まわせてもらっている身ですから、それくらいは当然です。住まわせてもらってるなんて気にしなくていいのに。というかしおちゃんがうちに住むならということで、彼女のご両親から結構な仕送りをもらってるからな。正直生活費に関して言えば、俺がバイトする必要すらないレベルで余裕がある。とはいえ遊ぶお金にしおちゃんの生活費を使うわけにはいかないから、バイトはしなくちゃいけないのだが。じゃあまあとにかくこれからよろしくな。はい。そんなこんなで始まったいとことの同居生活。あ、周作さん、周作さん、洗濯機が暴走してます。これどう止めればいいの？周作さん、洗濯物が風で飛ばされてます。あ、洗濯バサミ忘れてた。あの、周作さん、その、無理に自炊しなくてもいいんじゃ。いや、しおちゃんの健康のためにも栄養バランスのいい食事を用意しなくちゃ。じゃないと多額の仕送りをしてくれているしおちゃんのご両親に申し訳が立たない。でも、もう包丁の握り方が怪しいです。周作さん、誰か刺しに行くつもりですか？もうダメかもしれない。まさかの初日でギブアップである。家事って大変なんですね。世の一人暮らししてる人たちすごいな。これ全部一人でやってるのか。二人がかりだというのにこのありさま、なんと情けないことだろう。今度帰省するとき親父とおふくろにお礼言っておこう。あ、誰だろう。よっす、周作、新生活の調子はどうかね。現れたのは幼なじみの中田千鶴だった。千鶴とは幼稚園の頃からの付き合いで、高校まで一緒だったが大学で別々になった。なんだ、様子を見に来てくれたのか。まあね、あんた家事とかしたことないっしょ。だから今頃祝福してると思ってさ。エスパーか。それに
いとこと一緒に住むってのも聞いてたしね。あ、こっちの話だから気にしないで。で、様子を見に来ただけか。ううん、私が助けてあげる。え、私、家事得意だよ。うち、家事は当番制だったからね。マジで？マジマジ。じゃ、お邪魔します。それから千鶴はテキパキと家事を片付けていく。さすが千鶴だな。持つべきものは幼馴染だったか。おどてても何も出ないかね。私だってそれくらい。あ、しおちゃん、どうかした？別に何でもないです。いや、助かったよ千鶴。ねえねえ、収束、なんなら一緒に住んであげよっか。え、一緒に？一緒の方が家事しやすいしね。それに私もあんたの家の方が大学まで近いし。マジで？まあ俺もいろいろ忙しいからな。やってくれるっていうならいろいろ助かるけど、いいのか？私から言ってんだから、いいのいいの。なら一緒に住むか。待ってください。ん、どうしたんだしおちゃん。部外者は引っ込んでてください。せっかく周作さんと二人きりなんですから、放っておいてください。ああ、しおちゃんってそういえば周作のこと好きなんだっけ。そもそも私さ、男女が一つ屋根の下で暮らすってのも気になってたんだよね。何ですか、それが千鶴さんに何か関係があるんですか？別に。あれ、助かるどころかなんか険悪な空気になってしまったんだが。まあまあ、しおちゃん、家事を手伝ってくれるって言うし、ここは助けてもらおう。俺たちだけじゃまたあの惨状を生み出すことになっちゃうだろう。周作さんがそこまで言うなら。分かってくれて助かるよ。それじゃあこれから3人で暮らすわけだし、改めてよろしくな。あはははは、はは、新生活の幸先は悪そうだ。で、周作さん見てください、猫の動画ですよ。可愛いですね。わあ、可愛いね。でも今ちょっと勉強するから離れてもらっていいかな。こっちの猫も可愛いですよね。サルベドっていう種類らしいですよ。うん、可愛い。え、やだ、めっちゃ可愛い。こら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 、しおちゃん、周作の邪魔しないの。はい、邪魔？私がですか？どう見ても邪魔してたじゃん。そうでしょうか。猫可愛い、キャッキャ。ほら。それはそれとして、そもそもくっつきすぎでしょうが。なんで千鶴さんにそんなことをとやかく言われなくちゃいけないんですか？もしかして周作さんのことが好きなんですか？私は周作さんのこと好きです。だからくっつきもします。猫かわいい、キャッキャ。ちょっと周作さん、それやめて。こっち見て。それやめてください。やめてくださいって言ってますよね。これ募集です。まあ、ヌッコ、俺のヌッコが。どんだけ猫好きなんですか。今は私を見てください。告白してるんですから。でも猫がさ、寝転んでてさ。ああ、もう猫禁止です。でも寝転んでる猫ちゃんは私も見たいので、後で動画の URL を教えてください。思えば千鶴さんはここに住む時も必死な感じでしたね。私と周作さんが二人きりで暮らしているのが嫌で邪魔しようとしたんじゃないですか？分かった。じゃあ、私が周作のこと好きだとしよう。そうだけど、それが何か？開き直った。うるさいバカ。しかし、全然気がつかなかったな。そうでしょうか。割と分かりやすかった気がしますが。もうバレちゃったから包み隠さず言うけど、小学生くらいの頃から好きだったよ。マジ？小学生の頃といえばお互いに鼻水垂らして遊び回ってた記憶しかないんだが。どんな記憶なの？私はそのあんたのまっすぐなところとか優しいところとか好きで、その、ああ、もう周作。はい、周作です。私としおちゃんのどっちがいいか今ここで決めなさい。え、
そうですね、その方が手っ取り早いですからね。まあ私が選ばれるとは思いますが。どっから来るのその自信。普通に考えて私が選ばれるでしょ。いや、千鶴さんこそ自信過剰すぎでは。盛り上がってるところ悪いけど、俺今は誰とも付き合うつもりないから。え？彼女は欲しいけど、今は他に優先すべきことがあるからな。恋愛にかまけるのは余裕ができてからだ。自分のこともままならないのに彼女なんて作ってる暇ないっての。それにこの状況でどっちか選んだら血を見ることになりそうだ。俺が刺されるのか選ばれた方が刺されるのかはともかく、ここは誰も選ばないのが正解だ。チキンヘタレ、ひどくね。最も平和的な選択をしたのに。それからというもの、二人は険悪な関係のままでしょっちゅう喧嘩している。俺ができることといえば、せいぜい殴り合いの喧嘩にならないように仲裁するくらいだ。ああ、なんとか仲良くなってもらえないもんかな。俺、もうすぐ誕生日なんだが、このままじゃ誕生日で血を見ることになりそうだぜ。今日は周作さんの誕生日。朝から実家に帰ってせっせと作っていたが、思ったより手間取って気づけば夕方だ。駅から歩いて帰るの大変だろ。今日ちょうど親の車借りてたから駅まで迎えに行くよ。と言ってくれたので、今は駅前で周作さんを待っているところだ。周作さん喜んでくれるかな。ちょっとキメ、かわいいな。一人よかったら俺と遊ばない？え、あ、いえ、今は人を待っているところなので。マジ？ちょっとでいいからさ。ダメかな、俺君に一目惚れしちゃってさ。一緒にお茶飲んでくれるだけでもいいからさね。いや、だから人を待ってるので。てか一杯おごるしね。ほら行こう行こう。だから行かないって言ってるじゃないですか。人を呼びますよ。ほんとちょっとだけだからさ。やめてください。ほら、すぐそこの喫茶店で美味しいお茶が飲めるからさ。お待たせ、しおちゃん。お前、うちの子に何してくれてんだ。いや、大丈夫か、しおちゃん。もう大丈夫だ。あのナンパ野郎は俺が追い払っておいたからね。もう怖くないよ。違くて、ケーキが、周作さんのために作ったケーキが。あのナンパ野郎、しばき倒しておいた方が良かったか。どうしよう、泣いてる女の子になんて声をかければいいのかわからないんだが。ちくしょう、こんなことならもっと広辞苑を読み込んで語彙力を鍛えておけばよかった。ちょっと、なんか遠くに見知った顔が見えたと思って来てみれば。あんた何、しおちゃん泣かせてんの。ちする、なんでここに。あんたの誕生日プレゼント買ってきた帰りよ。で、どうしたのよ。ケーキが、周作さんのために作ったケーキが。把握したわ。今ので。しおちゃん、いつまで泣いてるつもり。立ちなさい。今からケーキ作ればまだ間に合う。でも材料もないし。私がケーキ作りで使った材料が実家にまだ残ってる。それにここからも近い。だからほら、まだ諦めないで。しずるさん、あんた泣くとぶっさいくね。ひどい。周作、車借りるからね。いや、それなら俺も一緒に。バカ、あんたは今日の主役でしょうが。おとなしくお祝いされる準備でもしておきなさい。あ、わかった。険悪な仲だったのにあんなに必死な顔で手を貸すとは。思っていたよりも険悪な仲じゃなかったのだろうか。さて、俺もそろそろ帰ってお祝いされる準備でもしておきますか。おっと、ちゃんと持って帰らないとな。それからしばらくして、二人が作り直したケーキを持って帰ってきた。誕生日ケーキを二つもらうのは初めてだ。ありがとう二人とも。
後で一緒に食べよう。はい。いやー、お腹減った。早く食べよ食べよ。ん、どうしたのしおちゃん。ありがとうございました、しずるさん。ニヤニヤ。でもなんで助けてくれたんですか。私恋がたきで、それに今までたくさん失礼なことを。別に深い意味なんてないよ。ただまあ誕生日くらいはみんな笑顔でいたいじゃん。誰か一人悲しい思いしてるのはなんか違うでしょ。ちづるさんって優しいんですね。はあ、別にそんなことないけど。本当にありがとうございます、ちづるさん。まあその感謝は素直に受け取っておいてあげる。うん、もうこの二人は大丈夫そうだな。それからささやかながら俺の誕生日会が行われた。これ私からのタンプレね。これは私からです。二人ともありがとう。それからみんなでケーキを食べて、まあもう一個だけケーキを食べないか。これ以上は太っちゃうんですけど。そうですね、ケーキを二つも食べてしまったのでちょっと胸焼けが。これなんだけどさ。これはもしかしてしおちゃんの。そうだ。かあ、じゃあ食べないわけにはいかないじゃん。しょうがないな。でもそれは箱の中に入ってたから食べられるさ。でもそんなにぐちゃぐちゃじゃ。形は崩れていても一生懸命作ってくれたこのケーキを無駄にはしたくないんだ。できればみんなで食べたい。どうかな。私はもちろんオッケーだよ。しおちゃんさえ良ければだけどね。それじゃあ。さすがに3個目だったのでみんなちょっときつそうだったが、ケーキはとても美味しかった。いやー、もう何も入らないわ。私もです。でも美味しかったよ、しおちゃんのケーキ。千鶴さんのケーキも美味しかったです。最初の頃はどうなることかと思ったけど、いい形に収まったかもしれないな。大学もバイトも落ち着いてきたし、二人も仲良くなったし、そろそろ俺も彼女作ろうかな。おや、しおちゃん、今回のことで私に借りあるよね。つまり何が言いたいか分かってるよね。それとこれとは話が別ですよ、千鶴さん。やっぱりまだ早いかもしれん。おまけ、千鶴さん、これこの前のお礼です。え、これサルベドランドのペアチケットじゃん。なんで。私仮を作ったままにしておきたくないので、これで周作さんでも誘ってデートしてきてください。その1回だけ邪魔しないので。いいの、その1回が命取りになっちゃうかもだよ。くめちゃくちゃダメそう。そりゃ私だって本当は嫌ですよ。恋がたきに塩を送るような真似は。しおちゃんだけに。は、真顔で返されちゃった。とにかくこれで貸し借りなしですから。分かったらさっさと周作さんでも誘ってきてください。うん、ありがとう。ただいま。二人とも聞いてくれ、さっき福引きでサルベドランドのチケット当てちゃってさ。あれ、千鶴が持ってるのサルベドランドのペアチケットじゃん。俺が当てたチケットと合わせれば3人で行けるな。あれ、二人ともそんな呆れた顔でどうしたん。あれ、周作さんって本当なんか持ってるっていうか、持ちすぎてるっていうか。持てないくせにね。